ザ・ローホスマーク211弾頭。先端の赤い部分が消費剤。灰色の部分が起爆剤としてのジルコニウム粉末。紫の部分が RX51 ペトンか RDXCOMPA-4 などの高性能爆薬マーク211モッドレ先端が緑と白に塗られているローホスマーク211は、 ノルウェーの南無社が開発した 12.7X99mm、ナトー弾用の多目的弾頭である。鉄鋼弾と炸裂弾と焼夷弾の3つの機能を持ったハイプの一種で、タングステンの弾芯によって高い装甲貫通力を持ち、貫通後に内蔵した爆薬が炸裂して被害を拡大させる。その威力からバレット M82 の狙撃用としても使用される。 ノルウェー軍での正式名称はナノメートル140。アメリカ軍での正式名称はマーク211モッド0。ローホスマーク211を人間に対して使用することが合法か、あるいは厳密に対物用弾薬として扱われているかが問題とされ、赤十字国際委員会によって使用禁止を目指す議論が行われた。 1868年のペテルブルク宣言によって爆発力か消費能力を持つ400グラム未満の弾薬は軍事的使用が禁止されている。ホーサバーラッツ・ファースニング・シンスティトゥートットによって行われた試験は人間に使用された場合には弾薬が起爆しないまま貫通するため不法な影響は持たないと結論付けたが相手が防護服を着ていた場合は体内で爆発する。 可能性があり、周囲の人間にまで影響を及ぼす可能性が指摘されている。命中してから起爆するまでに弾頭が進む距離は30から40センチ程度で、撃たれた人体の角度によってはこの距離が体内に収まる。この弾薬を使用している大部分の国は人間に対して使用しないよう訓練している。ノルウェー政府は1 2 7ト、mm、ル弾薬が 人員に対して使われてはならないとの公式見解を持っており、対物狙撃能力で輸出規制されている。米国はこの弾薬を全ての目標に対して使用できるとの政策をとっている。ありがとうございます。